諸島は南部でこの雨が降りやすいんですね。さらに午後6時以降です。今夜は関東はほとんど雨が降りませんが、伊豆諸島南部、雨がずっと続くということになりますね。そこで情報をお伝えしましょう。今、大雨情報が関東や伊豆諸島に出てまして、予想される雨の降る量、明日朝までの24時間に多いところでなってますが、もうほとんどは今日の昼まで降ってしまうということになります、はい、関東南部や伊豆諸島で100ミリ、